が思い出していただいて、そしてそれを全て披露に拭い立っていただきたいと思います。ぜひこの時間をお使いください。そしていよいよ新しい年を迎えるにあたりまして、これからの皆様の希望に満ちた願い事を心にたくさん思い浮かべてください。そして10秒前から皆様と共にカウントダウンをさせていただきます。どうぞ大きな声で、一緒にご唱和ください。新年を迎えたその瞬間にはそれの掛け声で今ご用意いただいております願い事用紙のついたその風船をどうぞ大空へ放ってください。この風船はご覧のように向こう外の風船でございます。安心してぜひ空へ放っていただければと思います。またもう一つ、本日はルミカーライトご協賛いただきまして皆様にお配りしております。このルミカーライトは袋から出していただいて真ん中をこう軽くポキッと折っていただきますとライトがつきますので、どうぞご準備をよろしくお願いいたします。もう何人かの皆様つけてくださいましてね、ルミカライトをお持ちの皆さんはどうぞ新年を迎えるときそのライトでも一緒に明るく振っていただければと思います。大沢さん、新しい年を迎えるときお願いの仕方をちょっと教えていただけますか。はい、いろいろなお願いがあるかと思います。まあ、宝くじはもう抽選終わりますけどもね、1億円当てたいとか、そういうような願い事、いろんなことがたくさんあるかと思いますけども、どうぞこの場にいられる、こういう幸せを感じられる一年、そういうものを、まず願っていただきたいと思うわけでございます。それともう一つ忘れてはならないことは、幸せの地をですね、ぜひいろんな方々にお分けいただきたい、譲る幸せ、これをですね、ぜひ願っていただきたいと思います。これ、これない、あるいは寝たきりの方もいらっしゃる、あるいは病院で過ごしている方もいらっしゃる、戦争している国もあるわけでございます。から地震だとか、災害だとか、そういうようなことで、もこんなお祝い受けられないというような方々がいらっしゃるわけです。ぜひそういう方々の希望もぜひ叶えていただけるようになっていただければと思っております。そうですね。ご自分の自分自身の願いをしていただくのと同時に他の方への何か思いやりをぜひ一緒に願い事の風船に乗せて飾っていただければと思っております。さてもう間もなくでございます。先ほどからご案内いたしておりますが、新年を迎える1分前には相撲盛大が消灯いたします。全ての明かりを落としますので、どうぞ皆様ここから新年を迎える瞬間まではどうぞその場で動かずに静かに新しい年を迎える準備をお願いしたいと思います。さていよいよ2分前となりました。いろんなことがあったかと思います。それぞれ皆さん思い出していただきたいと思います。しっかり思い出してください、しっかり親のことをしっかりと思い出していただいて、大きな声で、まあ、ご覧いただいて、それを見に放ってあるいは吐き出していただければと思っております。新しい年まであと1週間を切りました。思いをはせていただいているのではないでしょうか。そしてどうぞ他の皆様を目覚ましも幸せになってください。さあいよいよ1分前です。現在